かな。最後シングルマッチ、ありがとうな。12年続くこの戦いも今日で戦いを収めた。俺が負け越してる相手はそういないから、何やろう。俺から言いたいことは一つ。お方が誓おう。世界に見せてきてくれ。そしたら俺は鼻が高いよ。岡田に勝ったことがあるってみんなに言うらすから。10年よくやったな。どっちが勝ってどっちが負けたか分かんなくなっちゃいますけど、やっぱりレインメーカーっていうのは田中さんあってのレインメーカーだったと思うし、このね大阪っていう地もレインメーカーの始まりの場所であるし、いやもう泣きすぎでしょ。もういいよ。ねえ、そんな泣くんだったらなぜ離れるよっていう話になっちゃうし、まあでもそれぐらい大事な団体っていうことですし、自分がね活躍してまた新日本プレスに寄せたってのをね広めていけたらいいなと思いますんで、まあ本当に田無さんの新日本プレスの誇りになれるようにまたね次も進んでいきたいなと思います。まあでも本当にありがとうございました。でも大阪のお客さんには一つだけやっぱりお願いがあって、やっぱり、まあ、レインメーカーショックの盛り上がりもそうですし、だけども自分の体感としてはプロレス人気がどん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 盛り上がっていくってことは、大阪の会場の盛り上がりっていうのもそれにすごい比例してるなと、この12年間やってすごい感じたことなので、ね、この大阪のお客さん、まあ、ダメなものはダメでいいし、ただいい時はたくさん応援して、まだまだね新日本プレスの応援をよろしくお願いします。まだあるから、あと俺も新日本じゃねえから潰すかんなこの野郎。